about yourself. Hello, my name is Usubi Sako. I was born and raised in Mali. I left Mali at the age of 19 and I went to China. So I did my undergraduate studies in China. So my major is architecture. And after that, I moved to Japan and I did my master and my PhD in architecture as well. So after word, I became professor at Kyoto Seika University, which I also was elected as president until last March. My main purpose is to make this university more available for people which can respect each student. Thank you. Japanese expression. What is your favorite Japanese expression? これは日本語でいくしかないね。関西弁では、あかんっていうのが結構好きだったんですよね。これはあかんな。あかんってなんか勝手に自分で喋ってるんですよね。関西弁の特徴ってそうなんですね。自分に結構こう喋りかけてることが多いなというふうに思うんですよね。はい。Culture shock. Have you experienced any culture shock or hardship in Japan? 何がカルチャーショックじゃないかということを逆にそれを探すのが難しいね。私のある意味個人の、ある意味ねこう外見からのものからやっぱりカルチャーショックいっぱい受けたんですけど、佐久なんで来るのって言ったら、大体子どもたちにテニスやけって言いながら、いや実は、世の中でこうテニスだけでここまで焼けない人たちもいるよねっていうことをこう子どもに教えながら、でもね日本のやっぱりこう小さい子供っていうのはすごい好奇心旺盛でいろんなことはやっぱり聞いてくるんですよね。私はそれにはカルチャーショック系なんですけど、逆に聞かない大人なんかこうすごい見て見ぬふりするっていう、私見られてんちゃうかなっていうんでこう目を下げるっていう、それの方がかなりショックを受けたりします。だから日本では何やろう、こう私に対して失礼じゃないかっていうのを意識しすぎて逆に失礼なことをしちゃってるっていうことが多いなというふうに思いますね。はい。Sako is diversity. What does diversity mean to you? そうね、私はまずダイバーシティの基本的な、自分の中での定義というのは人種とかあるいはその宗教とか性別あるいは我々の社会的状況、さまざまな違いがあるということ、この違いがあるということを認識するだけだと思うんですよね。で、それを認識すれば、もう多様なものがあるということを認める第一歩になるんですよね。で、二つ目はですね、あんまり自分の当たり前が相手の当たり前ではないっていうことがすごい重要なポイントだと思うんですよ。じゃあ自分と相手というのは違う価値観を持つこともあるんだと、でも同じ社会の構成員としてそこを尊重し合うということがすごい重要だと思うんですよね。で、やったらこう私は日本で感じたのが、カテゴリー化をする、あるいはこうフレーム化して、物事を判断するとか、あるいはそこでパッケージ化するんですよね。で、このパッケージ化するというやっぱりこうもののやり方というのはかなりある意味で、ね、非常にこうもう差別というものに結構つながることが多いんです。ダイバーシティが成功する例というのはもうマジョリティもマイノリティも語らない社会の方がいいと思うんですよね、もうみんな違うんだというところ。マルチカルチャー What do you think people need to be aware for in order to create a better work environmentWhere many people with different cultural background work at. 私自身がね、学習を務めた時に、できるだけ自分のオフィスのメンバーとこうランチを食べて、そうするとやっぱりそこでこう序列がなくなっていくんですよね。ヒアリがなくなると、なんか結構皆さんも突っ込んできたりとか、結構私なんかもういるちょっかい出したりとか、ね、私も答えて、そうするとお互いの趣味も語り合ったりとか、もう本当にどうでもいいような話をしたりとか、その中で多分多様な多文化の人たちがそこに行って、でお互いの文化に対するそういう興味っていうか、こうそういう好奇心がどんどん湧いてくると思うんですよね。だからそういうインフォーマルな環境、インフォーマルな会話、インフォーマルなそういう場を作ることが私は職場においても大事じゃないかなというふうに思っています。